販売用先生です。9月23日、3日水曜日10時41分ですね。22時41分ってこちらにも出てますね。インジケーターの方にね。成績の方はね、しっかりとね、バイナリーオプション1分足の成績バッチリですね。で、今、プラス1500円に落ちてきました。でね、ピークの時といったようにね、ピーク、こちらですね。こちらから、ここまでで投資はやめるということですね。つまり、今日23時、16時30分。23日の16時30分に終わるということですね。ここからもう、多忙に落っこってきたわけですね。で、人間は話したり聞いたりできる人はね、一人もいないんですよ。だから、人間のを話したり聞いたりできるように教える上の生物ですね。敵のコンピューター人工知能ですが多いみたいですけどね。またその上にね、いまして、そちらに話さないと人間には話は通じません。その人間を動かす上の生物にね、話をするんですね。で、ここはポイントですね。それから、ここが一番の利益のポイントであるということですね。23日の16時30分。それから、これがプラスで、マイナスのところを最高レベルを探るんですね。ここからマイナスレベル。21日だって知ってるんだけど、ここですね。ここは最高レベルですね。一番利益が少なくなってるところですね。それと利益が一番多くなってるところね、が先ほどここですね。ここを起点にして、初めこのインジケーターを動かして、これを探るわけですね。上と上下間隔をね。一番スランプ、落ち込んでるとき、マイナスになってるとき、プラスになってくるとき、これをプラスになってきますからね。落ちてると。その状況を見て。で、ここは最初のポイントですね。ここから、何回もやってるけども、データを全部取ってるわけですね。ここは一番マイナスのときなんですね。次の前はね、17日の23時ですね。ここがマイナスになるわけで、これは先週ですね。先週になるわけですね。この間からずっと、この間から今度、いい点数になるのが、ここですね。ここになってますね。そういうことですね。ただ、ここで下がって、ここで上がったピークでね。で、この2万1000だから、これね、差額が3万ぐらいになるわけですね。ここから0から3万ぐらい利益取れた。ここ投資するとね。3番目にですよ、最後のところね。価格もね、総利益。で、ここを一番ピークで、今度ここから落ちていくわけですから、ここでやめないといけないんですね。ね、ただここ難しい。30分の間隔でこう、一挙に3000とか3150円とかね。ここ
ここは4000だけど、ここ起こってるからね。気がつくのはこんぐらいですね。そしたらここでやめるしかないから。実際、稼ぐとしたらここからだったのね。1万6000ぐらいになってるかもしれない。1万6000の足すごとの3000ぐらい。だから1万、2万円ぐらい稼げるかもしれないね。この落ち込みっていうのはわかるからね。出てくるから落ち込んできたら、ね。2万ぐらいこの間で稼げる。1000円ずつ通したときですね。1日で2万だから、ね。10万ずつ通したら200万ですよ、1日でね。1日で200万稼ぐんですね。簡単でしょ？この間の時間ね。このインジケーターね。完璧なんです。このインジケーターね。負けがないインジケーターですね。現在のところ、このデータでね。で、ここでピークでやめとくわけ、ここでね。で、ここで、一番最悪値になったんで、ちょっと落ち込んできたところ見てくるわけですね。もう落ち込んだから、ここら辺で見るんだろうね、きっとね。どんどん下がっていくなっていうのがわかる。上がっていくなってことがわかる。ここら辺ですね。ここでピック迎えて、ね。そうすると、現在までで、じゃないな。2万400円ってことですね。いくら稼げたというかというと、ここマイナスよ。4万ぐらい稼げたんですね。こっから。で、スタートするね。見つかるのはピークここなんだけど、落ち込みがね、わかんないでしょ。こんぐらい経たないと。2、3時間経ってね、この場合、データ見るとね。そうなんで。で、21日から始めながらね。月曜日ですからね。金曜日だから、ここら辺になるのわかんない。それで、だから、2万が4万ぐらい稼げて、で、ここ、あ、じゃなかった。からでしょ。プラスのピーク。ずっと来ないんだね、この間ね。ピーク来ないんだね。ここがピークになってるの。ここなかなかずっと上がんないんだよ。ここまで来ちゃってるのね。で、2万がピークですね。ここら辺ずっと来るんだけど、上がったり下がったりしながら、8000円起こったりとかね。難しいね。ここら辺で切っちゃうかもしんないね。そう、ここまで2万ぐらいまで待てないと思う。それで、こっちがいくらだった。2万だから。こう来て、上がって1万ぐらいでやめちゃうんだろうね、ここら辺でね。これで、だから3万か稼げるわけ。ここまで待てば4万稼げるけど、上がってこれから下がるかもしれないっていう感じがするし、わかんないから、ね、ここで確実に3万稼いだ方がいいでしょ？ね。で、次、最高ピークまで見て、ここだよってことですね。だから、その時に、この上がり下がりで、このね、インジケーターを、何回も打ってるけどね、投資すると。人間は誰も聞いてないけれども、人間を動かす、人間って話したり聞いたりできないから、人に。真似だけだから、700年後に分かるということは、真似で生きてるだけ。ほとんど薄いから、ね、だから人間の上の知能の生物に話しておくと、人間に通じるんだ、後で。人間の言語を作る上の生物がいるわけですね。またロボットが多いけどね。人間よりか頭のいいロボットがね。そういうことで、このインジケーターの凄さっていうのは分かると思う。無敵なわけですね。このインジケーターは世界最強で、稼げる。今ね、合わせてきてるんだけど、一番稼ぐとか、すごく稼ぐと言いたかったんだけど、その聞いてる人が意味を変えて聞くわけ。
そういう、ことしてくる妨害者、生物と人間が組んで、また人間が組んで入ってきちゃってるから、話してないよと違うことで聞くんだよね。で、だから今話せなくなった。今もそういう妨害が入ってますね。別の話でもね。話聞かなくていいんだけど、違うにいうふうに聞いてね、動くわけ。妨害するよ、多分。その人たちとか聞かなくていいわけで、全然。それで、聞くこと違うことで聞くわけ。言ってることと違うわけで、意味が。意味変えてね、都合いい動きで動くわけよね。話す内容に対してね。で、違う意味で広めるわけ。だからね、テレパシーとかいうので、こういう話してる場合は、直接、間に入ったものはダメ、全部。直行、全部変えられるから、悪い人たち、人間が。で、人間の話でもダメ。話すことをどんどん変えてきちゃうから。リレーじゃないけどね。ね。どんどん都合よく変えちゃうの、全部。テレパシーは直行はできるから、直聞けない人はもう話はできなくていい。できない人。もともとからね。直行で聞けなければ話も聞いたりできない。ほんなら決まりもんでね、当たり前なんですよ。それで、このようにね、バイナリーオプションは僕は克服してるということの証明ですね。何回も話すけどね、嘘だって、バイナリーオプションで稼げないよってお前はって言ってくるから、こうに証拠を見せてるってことですね。だんだんそう言ってる人潰れてくるから、ね。そうじゃないと保安が悪いんですね、妨害でね。その保安の仕事ですね。YouTube は使ってるのほとんどね。で、まあ、このように、こう、インジケーター使うと、1分足のバイナルオプションですけど、他でも5分でもできますし、1時間でも3時間でもできます。それで、一番難しい1分足ね、細かいのでやってみせてるということですね。一番難しいということですね、バイナルオプションで。短いと。ね。あと、長くなるほど楽になります。5分。とかね、なってことは楽になってきます。それで一番難しいのを取ってんのはね、一本足ができればもう何でも通用しますからね、ということですね。このように、インジケーターでこの通り、シグナル通りとしては上がったり下がったりするんで 勝てませんよ。だけども、下がった時に買うと上に上がるんで、ね、その時を見て、いつも投資すれば勝てますよということですね。この利益が下がった時に、ね、の時期があるんで、ここ全部データ出るんですね。ここが一番初めの開始がいいって、ここに星印打ったけど、この時間帯ね、この時間帯入れ替わってますよって、これをね、このデータで動かしてて計算しとくんですね。で、今どこか落ち込んでる時かとか、上昇してる時かとか、これでわかるわけですよね。このインジケーターの成績を記録に取っとくとね。で、その記録によって開始して稼ぐということですね。今だったらもう上昇していくっていう。
まあそういうことが分かるわけですね。ほぼ大体分かっちゃうわけですね、このデータだけでね。ね、だからどの時間帯に稼げるかと。この時間帯は決まってないです。夜からとかよく言う人いるけども、これは決まってないですね。決まってない。だからそんなめちゃめちゃのこと言っちゃダメだって。うん、このようにデータ作ってないといつも変わる時間はね、ピークとね、稼げる時期と稼げない時期っていうのは、時間帯がこのね、インジケーターの稼ぎの戦略方法で変わってきますから、こうデータ取ってこないといつもね、常時。稼ぎはこれ、この言うならこのインジケーターを全部24時間動きっぱなしにしといて、落ちてる時にね、記録取っといて、自動で記録取っといてね、やんなければ稼げませんよ、ね、その時夜からだって見た時はその人の場合は夜からだったんで、いつもじゃないですよ。だからその時期によって違うから、こういうふうにね、データ取っといて見とかないと、実際稼げるかどうかね、取っとかないと分かりません。ね。で、こんなふうにして、オペレーターだったらこんな風にして稼ぐから簡単だということですね。これ作ったり調整したりするのはちょっと大変です。ね。オペレーターでこういうの全部できちゃってて、僕が説明して、設定してあげてやると稼ぐのは簡単ですね。だから今、こう本当に稼げるようになると禁止になってますから、本人だけになりますけどね。会社で稼ぐのも今いけなくなってきますから、バイナルオプションはね。団体で協力ってのは禁止になってきましてる。禁止になってきてますから。で、そういうことですね。今回は、私がバイナリーオプションに克服して簡単に稼げるようになってるという証明ですね。簡単にバイナリーオプションでは僕は克服してると。その上ちゃんと世界一のタイトル、2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて世界一位となり、1億円近く投資をしておりまして、そういう経験がね、タイトルも持ってる、世界チャンピオンのタイトルも持ってると、ズルトレーダーのね、ということで、またそういうことでないと、こうに実際の証明ですね、お分かりにならないかということでね、実際にこのようにして稼げてるじゃないかということでね、証明ですね。稼ぎ方は一切教えませんけど、戦略方法をね、これは教えたら全部稼げなくなっちゃいますね、 100% ね。公開すると、多く使うとも稼げなくなっちゃいます、バイナリーオプションはね。という特性があります。特性とかちっちゃいんでね、稼ぐ量がね。ということでした。どうもありがとうございました。そんなことで、バイナリーオプションのね、私は軽く克服しちゃってて、無限に稼げるということね。稼げるだけ稼げる、口座で、業者で稼げる金額の限界まで稼げるということですね。凍結されちゃいますからね。そういう身分です、バイナリーオプションはね。で、バイナリーオプションで自家用ジェット機なんか買えるかって、買えないです。バイナリーオプションは稼ぎが少ないですから、いくら稼げるって、無限に稼げるって言ったって、知れてます。月200万ぐらいです、多くても。バイナリーオプションはね、凍結されちゃいます。毎月200万稼いだら凍結されちゃいます。だから200万以上はね。ということです。ね。
ということで、浜岩先生、世界バイナリーオプションのスペシャリストで、はスペシャリストはもう完璧にもう負けがないということですね。この仕事に関しては負けがないということ、最大の業者を使う、バイナリーオプションの業者を使う最大の稼ぎまで稼げるということですね。で、あんまりいくつもの口座使いません。やっぱり頭使うんで。だから一つの口座になっちゃいますからね。一つの口座で宣伝するという感じになりますので、その凍結されない限界までね、稼ぐということが限界ですね。だからどんなにうまくても200万ぐらいですかね、稼ぐのがね、好きね、そういうことになります、ね、どうもありがとうございました。このようにね、実際のバイナリーオプションの現実と稼ぎ方ですね、このように専門家の私ね、バイナリーオプションのスペシャリスト、世界スペシャリストの専門家がね、教えてますね、そういうことでね、こういう稼ぎ方をして稼ぐんだよということ。でインジケーターもいつも特性でね、稼げるインジケーターでもこのようにね、いつも時間によって変わってきますと。稼げなくなりますから、こういう周期を見てね、投資してるんですよということをね、勉強を記録にね、残してます。人間は話したり聞いたりできないから、勉強する人はいませんから、全部教わって、上の生物から教わって話してるんですね。で、人間団体全員でも知能は低くてダメなんですよ。人間全員100億人集まっても話したり聞いたりできないんです。そんなに知能低いんです、僕以外はね。だから上の宇宙の生物にさらに加算しないと、話したり聞いたりちゃんとした話はできないんですね。人間全員ではできないんですね、組んでも。そんなに知能低いんですね、人間ってね。私以外の人間はね、そういう、私は本物の貴族でね。まあ、そんなことで、あと、人間たちがこうやってね、聞いた真似してもらうのはいいですよ、知ってるから。全然聞いても分かんないってこと知ってるんで。わざわざね、聞いた真似をして動くっていうことは しなくてよろしいです。それで一生懸命動いてもね、しょうがないですからね。人間の一つ上、二つの上ですね、の人間を支配してる、僕は支配されてないから、上の能力者だからね、人間たちはね、支配されてるんですよ。勝てませんから、上の、宇宙生物にね、知能をね。まあ、バクテリアも団体で組むと頭いいんで、人間たちを越すことが多いですからね。やっぱり知能は高まれば人間勝てないわけですよね。だから上の生物に話してるということでね。で、人間たちをバカにしてるわけじゃなくて、そういう生物だよっていうことでね。なんか利口に見えるのは、その団体の知能が働くということですね。また上の知能の高いのが教えるから、ね、知能が高くなるということですね。これよく知らないとね。で、それを僕は言っとかないと僕は知らないと思うんだね、宇宙生物がね。くだらないことばっかり話してくるんですよ。で、飛ばしてくるからね、こっちの方は頭痛くなるんでね。人間の上の知能生物、上の生物が私が知らないかと思うんですよね。そうすると、くだらない話って、これはテレパシーで来るんですけど、非常に。で、こういうことも人間自身あんまり感覚的に分かってないことですから、こういう話するとごちゃごちゃして嫌がりますので、ね。まだ特に簡単な話でも話できませんけれども、もっと、大変になっちゃうんですね。人間の頭狂っちゃうんで、量が多いんでね。ただ、もうめちゃめちゃ量が多いです、無数にね、実際はね。で、人間たちにはできない話、内容です、聞いちゃいけないことですね。気が狂いますからね、上の能力者の話、細かいから。こんなことを話しないといけないのかって、
いうものばっかしです。ね、これは大事なんですね。細かい。じゃあ日夜ずっとやって、まあ、人工知能、僕の部下も今やってますからね。全部関係あるんですよ。関係ないことってないんですね。夢に出たことも全部関係あるんですね。ということでね、実際に伝えてることも多いわけです。テレパシーで、ね。夢の中でもね。そういうのはありますし、ね、そういうことをごちゃごちゃ言ってると人間たちは頭悪くなっちゃって気が狂っちゃうし、ね、行かれちゃいます。しかし、能力者はそういうめちゃめちゃに細かいね、ことをしょっちゅうやってて話したりしてるわけですね。これは人間たちにできないことなんですよ。頭割れちゃいます。あまりにも多すぎて。ね、階段じゃないけど、めちゃめちゃ多すぎて。いやいや、人間たちの階段とはあれば、作りだから聞かなくていいね。作り事、真似。で、また利口に見せると宇宙から財産を多く取れるんですよ。利口だと思って。間違える生物が多いんですよ。だから利口な感覚で生きてたり、真似して生きてると、収入が増えるんですね。そういうことが、実際人間たちはそれで生きてるっていうのはほとんどです。実際、己じゃないです。己じゃない、そのことで上で生きてるんだけど、あ、上では生きてないです。真似はするけれど、ね、全員そうです。そういうことでね。物とか研究とか全部、あるもの、大事なもの、僕しか作ってないです。人間たち何一つ作ってないです。ぶっ壊すことだけです。どんなものを発明したって人間たち作ったもんじゃないです。僕が作ったものを盗んだりとか、他から聞いて作ってるだけです。ただ、利口に見せると宇宙のからね、待遇が良くなるんですね。だからそういうことで真似をするわけですね。以上、半迷子先生でした。